ゴミがいっぱいで綺麗じゃないよね、この海。まずご紹介するのは紙芝居海のまんまる笑顔。海を守ってもらうためのメッセージを込めた海と日本プロジェクトの取り組みの一つです。この紙芝居に登場するのは魚のデメちゃん。デメちゃんがゴミ問題など今海が困っていることを子どもたちに伝えていきます。そして海を助けるために自分たちでできることをしよう、海に行って海と親しんでみようと、デメちゃんは子どもたちに優しく教えてくれています。紙芝居の間、目をキラキラさせて食い入るようにしている子どもたちがたくさん見られました。紙芝居はどうでしたか？楽しかった。楽しかった。これからね、ゴミちゃんと拾ってくれますか？うん。そして子どもたちは海ダンスも元気いっぱい踊ってくれました。ダンスと紙芝居一生懸命頑張ってくれてたけど、どうだった？面白かった。面白かった。よかった。ももかちゃん、海ダンス楽しかった？楽しかった人はーい紙芝居はどうだった？楽しかった。お、海のことずっと綺麗にしてくれる。うん、ありがとう。まあ、海に行って水に触れるほどの楽しさだったりとか、あとはまあ海のやっぱりゴミはどうしたらいいのかとか、そういう汚染の問題とかもちょっとね気にしながら、子どもたちが楽しく海に行けたらいいかなと思います。海と日本プロジェクト in 和歌山県は、日本財団が推進する海と日本プロジェクトの一環として取り組んでいます。海と日本。